はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーですね。サントリーの、ロイヤルです。なかなか瓶がかっこいいね。あれみたいな、なんだっけ、アマレットちゃんみたいなね、瓶ですが、アルコール度数 43%。まあ、またミニチュアボトルですね。容量が 50cc となってます。うん。ね。まあ、値段がこれ500円ぐらいだったっけ？そんなしないか。400円ぐらいか。多分、そんなもんだと思います。これはなかなか様になる、あれだね。瓶がかっこいいんで、ミニチュアボトルでも全然様になってる。よし。それでは。これフルボトルで2000、いくら？ 2500 円ぐらいか。ちょっと、わかりませんか。ああ、すごい。ああ。この外側の、ただのあれ、ハリボテじゃねえか。まあいいや。ロイヤル。ね。飲んでいきましょう。サントリーロイヤル。乾杯。うん。あ、香りはいい。なんかちょっと、ツンとするんですが、ツンとするんだけど、甘い味です。あ、香りですね。うん。これまた、すっげえなんか、熱くなる、喉が。もちゃくちゃ喉が熱くなる上に、口当たりがなんか抜群になんか、激しい。喉の奥が熱くなる。すっごい。ロイヤル 700ml のやつと 660ml のやつがありますね。日本のウイスキーの父、サントリー初代マスターブレンダー、鳥井新次郎の名作。瓶型は漢字の鳥。線は鳥居をかたどったもの。1960年登場以来、日本の高級ウイスキーの代名詞として、豊かな夜を開いてきた。甘く華やかな、香りで、滑らかく、柔らかく滑らかな口当たり。そうか。すっきりと心地よい余韻が特徴。かなりスパイシーな感じですね。かなり、すごいなんか香りがものすごい強い。ものすごい強い。ロイヤル、ウイスキー。これいくらだろう？ウイスキー。2600円だそうです。大体。フルボトル 700ml で2600円から3000円ぐらいでしょうか。まあ2600円ぐらいか。高いね。うん、でもこれ、いわゆる角瓶のスパイシーさがあって、ああ、さすがサントリーという感じはしますね。正直。
これはちょっとな、あまり角瓶っぽいよ、サントリーのね、いわゆる角瓶の、あれですね、スパイシーさです。確かに香りはものすごく強いんで、まああれなんですけど、ただその分口当たりがすごいきついんで、かなり口当たりがね、ものすごいパンチが効いてるというか、度数が43度のもある、なのも相まって、やけになんか、ビキーンとくる味ですね。まあ、いわゆる、ね、スモーキー臭は一切ありません。うん。一切なく、重さも感じられない。軽い。だけど、軽い上に香りも強い。で、スパイシーさも激しい。口当たりも、すごい辛い。うん、だから、そういうウイスキーですね、これは。これはちょっとロックだ。ロックとかで、行くか、水割りで行くかの方が、ちょっといいな。これストレートきついわ。これきついわ。これは微妙だな。このきつさは、あれに似てる。ね、なんだ、ニッカウイスキーの、ニッカウイスキーの、フロムザバレルに似てる。この恐ろしく、このアルコールのパンチというか、この口当たりのベキーンとくる強さ。これはちょっときつい。もう喉が痛い。なんか。喉が痛いというか。喉がアルコールでこう、ブワーっと、やられてるのがすっごい残る。すっごい痛い。なんか。これダメだ。これストレート飲むもんじゃねえ。これは参った。これたった47度でしょ？てか43度でしょ？フロムザバレルに負けてねえんだけど、これ。きつさが。きつさが負けてねえんだけど。どうなってんの？これはきつい。これは、これハイボール要因でいいんじゃないか、これ。もう。まあもう買わないけどさ。2600円でしょ。もう買うことはないけど。これはもう、ストレートでこれ飲めたもんじゃないな、これな。辛すぎる。香りは非常に強い。甘みもそんなないんですよ。別にそんなでもないんだけど、まあ。まあ甘い、うん。まあ甘いか。
コクはまあないでしょ。ほぼないでしょ。これおすすめは2だな。この値段でしょ？角瓶みたいな味でしょ？で、軽いでしょ？重さがないでしょ？ストレートに飲めたもんじゃないでしょ？きつすぎて。いやー、これはすごい。ある。うわぁ。うわ、喉の気管に入った。ああ、これはきつい。参った。これには参りましたよ。2452です。ああ、喉痛って。めっちゃ喉痛い、これ。本当に。冗談じゃなく。ここまですごいウイスキーが。43度でこれでしょ？だって、フロムザバレル50度、51度ですよ。あれであの程度の味ってことは、相当ロイヤル強いですよ、これ。鬼畜。ということで、ご視聴ありがとうございました。